サイゲームス。ウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭。オリジナルストーリーが楽しめる一人用のモードです。物質をカスタマイズしてウマ娘の皆さんと過ごしましょう。ウマ娘に関わる変更を行うことができます。物質アイテムや各種チケットを購入できます。オリジナルストーリーが楽しめる一人用のモードです。ウマ娘、彼女たちは走るために生まれてきた。時に数奇で時に輝かしい歴史を持つ別世界の名前とともに生まれ、その魂を受け継いで走る。それが彼女たちの運命。この世界に生きるウマ娘の未来のレース結果はまだ誰にもわからない。彼女たちは走り続ける。瞳の先にあるゴールだけを目指して。そして今回は開催、春のファン大感謝祭。皆さん、説明会にお集まりいただきありがとうございます。今回の春の大感謝祭には特別なイベントが用意されています。その名もはちゃめちゃグランプリ。バスケ、ドッジ、大食い、大障害、以上4つの種目で戦う盛りだくさんのチーム戦となります。バスケは4人で一斉にゴールを狙う各チームの代表者たちとの複数戦です。ドッジも同じく4人の代表者で戦います。怪我に注意してぶつけ合っちゃってください。大食いにはサーバーとイーターが存在します。配膳係と食べる係ですね。たくさん食べて勝利を目指しましょう。大障害は学園から町の中まで続くコースを走ります。途中にはいくつもの障害があるので乗り越えてくださいね。以上4つの競技の合計スコアで優勝チームが決まります。仲間たちと協力して頑張ってください。厳正、すでにウマ娘諸君には伝えている通り、チームは私自らくじ引きで決めさせてもらった。スペシャルウィークほかチームコスモス。はい、普段はライバルですけど、はちゃめちゃグランプリ、みんなで力を合わせて頑張ります。輪を持って尊しとなす。私たちならきっと最高の結果を残せるはずです。エアグルーヴほかチームフリージア。いかなる困難が立ちふさがろうとも足を止めるような軟弱者はフリージアにはいない。勝つのは私たちだ。ええ、いつでも戦闘は、勝利は譲りたくないもの。次、チーム、あ、チーム名変更届が来ていると。検討、後ほど確認しよう。シンボリルドルフほかチームローズ。今回はチーム戦、一致団結し不撓不屈の精神で立ち向かおう。好奇三千たるチームローズの姿を皆に届けるために。お任せください。メジロ家の馬娘としてこの名に恥じぬふさわしい活躍をお約束いたしますわ。ダイワスカーレットほかチームリリー、どんな勝負だって受けて立つわ。一番は私たちのチームだってみんなに見せつけてやるんだから。皆さんやる気に満ちています。やる気に、必死に、とても熱く、ああいけません。そのように戦うなどいけない、いけないけれど、でも勝つためには。諸君、これは普段君たちが夢を背負い走っているレースではないけれど、そこには変わらず勝敗がある。おうか、力を合わせ、そして楽しんでほしい。諸君らが輝かしい結果を得られることを祈る。それでは皆さん、春の大感謝祭はちゃめちゃグランプリへ向けて一斉にスタートしましょう。どのストーリーで遊びましょうか。遊びたいショーを選択してください。お母ちゃんへ、お元気ですか？私は毎日楽しく過ごしています。今はファン大感謝祭の準備中です。ウマ娘が応援してくれるファンに感謝を伝える日。みんなで全力でファンを喜ばせるお祭りみたいな日です。今回は特別にチーム対抗はちゃめちゃグランプリが開かれます。4種類の競技を盛り込んだ、なんだかすごい混合戦みたいです。私はいつものみんなと同じチームになりました。いつも仲良しで、いつも一緒に走っている。キングヘイロー、セイユースカイ、グラスワンダー、エルコンドルパサー、そして私、スペシャルウィーク、以上5名でチームコスモスとする。だってよかった、みんなと一緒で嬉しいね。改めてよろしくね。もうはしゃぎすぎ。毎日教室で顔を合わせているメンバーじゃない。お互い勝手が分かってて何より。というわけでせいちゃんはいつも通り。ちょっと、好きあらば昼寝しようとしないの、作戦会議でしょ。いつも通りですね。なんだか安心してしまいます。でもそろそろ集中していきましょうか。作戦会議は勝利への一歩、始めが肝心ですし。そうだね、最初の一歩が。と、あれ？そういえばまだエルちゃんが来てないね。大変です。うわっ、エルちゃんどうしたの？今ここに来る途中で聞いたんですけど。ねえねえ、今度のファン大感謝祭って海外にも放送されるんでしょ？うん。で、注目を集めたチームは海外のレースに招待されるって話もあるんだって。へえ、噂でしょ。でも目指しちゃう？ワクワクするし。海外のレースに招待？まさか、たかが学園の一行事ですよ。でもこの学園には注目されるだけの理由がある。そうは思わない？エルさんみたいに海外に行くウマ娘もいる。学園もそれをバックアップしている。ということは新たなチャンスを提供する可能性だってあるじゃない。世界か。お母ちゃんに言ったら驚くかな。世界のウマ娘さんたちとまた走るんだよって。みんな純粋だな。いや、夢のある話ですけど、もし本当だとしたら、世界相手も面白そうではあるけどね。皆さん、いい目になってきましたね。エルが世界最強と知らしめるチャンスなら、この機を逃してはありません。注目を集めるなら何をすべきか。はい、スペちゃん。注目。派手にこう。スペちゃん、難しく考えなくていいんですよ。私たちの目的は最初から変わりません。出るからには全力で勝つ、誰にも負けない、つまりファン大感謝祭におけるはちゃめちゃグランプリにて優勝できれば、おのずと注目は集められるかと。そっか、優勝して注目を集めて海外からの招待をゲットです。じゃあ特訓あるのみだね。優勝目指してけっぱるぞ。早速練習していくけど、はちゃめちゃグランプリには大障害、大食い、どっちにバスケがあるんだよね。はい、目の前のセットは大障害ですね。街にまで及ぶ巨大なアスレチックをより早く駆け抜けたものが勝ちとなります。ほえー、街まで。商店街のみんなも見に来てくれるかな。そうですね、人目につきやすいのはもちろん、ダイナミックな動きも注目を集めやすいかと。なるほどなるほど。じゃあスペちゃん、勝負ですよ。どっちが先にゴールできるか、ここでも競いましょう。ちょっと待ってよ。おお、文字通りすっ飛んでいきましたか。いやはや元気なことで。のんきに構えていられないわ。私たちも行くわよ。これでは一緒に優勝を目指すチームというより、まあこちらの方がいつもの私たちらしいですね。競技に出馬するウマ娘を選択してください。競技に出馬するウマ娘を選択してください。いますよ。頑張ってください。学園のグラウンドに始まり、商店街、果ては屋根の上も走る長い長い道のり。そんなレースの幕が開けようとしています。スペシャルウィーク、実力も人気も他のウマ娘に負けていません。絶大な人気を誇りますエルコンドルパサー、その実力は競技でも見られるのか。各チーム代表ウマ娘が今ゲートに入りました。ゲートが開きました。各ウマ娘落ち着いたスタートを切りましたエルコンドルパサー。伝説のユーパサー、スタミナを回復し走り続けます。スペシャルウィーク、アイテムを設置しました。障害物にぶつかってしまったぞ。スペシャルウィーク、かわしきれなかったか。エルコンドルパサー、アイテムを拾いました。これをどう使うのか。どんどん行きますよ。舞台は移り学園の校舎の中へ。この先にはプールがあります。果たしてどう進むのでしょうか。スペシャルウィーク、アイテムを使い勢いをつける。エルコンドルパサー、いつ仕掛けるのか注目です。エルコンドルパサー、ペースを上げてきた。エルコンドルパサー、スペシャルウィーク、アイテムを設置しました。スペシャルウィーク、アイテムを投げました。障害物にぶつかってしまったぞ。スペシャルウィーク、かわしきれなかったか。スペシャルウィーク、タイミングを伺っています。スペシャルウィーク、アイテムを取った。各馬娘公園に入っています。ここを投げると12秒、アスファルトは走りにくいかもしれません。エルコンドルパサー、障害物に当たってしまった。エルコンドルパサー、タイミングを伺っています。スペシャルウィーク、勢いよくジャンプした。エルコンドルパサー、足をためている。大きく加速しました。スペシャルウィーク、この勢いを生かせるか。スペシャルウィーク、何か置いていったぞ。スペシャルウィーク、警笛コインで得点を伸ばす作戦か。エルコンドルパサー、警笛コインを飛び先に進みます。エルコンドルパサー、警笛コインで得点を大きく稼ぎます。再びトレセン学園に帰ってきました。学園際から並木口へ長い直線です。エルコンドルパサー、一気に加速する。スペシャルウィーク、大砲で高く飛んだ。エルコンドルパサー、足を溜めている。エルコンドルパサー、タイミングを伺っています。スペシャルウィーク、大砲で一気に距離を稼ぐ。エルコンドルパサー、アイテムを拾いました。これをどう使うのか。スペシャルウィーク、アイテム、スペシャルウィーク、何かを置きました。スペシャルウィーク、ここで当たってきました。ここを抜ければグラウンド。栄光のゴールはもうすぐだ。各馬娘、校舎内を全速力で駆け抜ける。スペシャルウィーク、ぶつかった。障害物にぶつかってしまったぞ。スペシャルウィーク、かわしきれなかったか。大きく加速しました。スペシャルウィーク、この勢いを生かす。スペシャルウィーク、持っていたアイテムを勢いよく投げた。スペシャルウィーク、ベースここで動きます。スペシャルウィーク、アイテムを使いました。スペシャルウィーク、芸術ポイントに先に進みます。エルコンドルパサー、勢いよくジャンプした。スペシャルウィーク、相手に芸術コインを渡しません。エルコンドルパサー、障害物を登りぐんぐん進んでいくぞ。させてもらいます。あれはなんだ。スペシャルウィーク、何かを放ったぞ。どんどん行きますよ。最終コーナー、栄光の勝利は誰の手に。各馬娘、勝利を目指し駆け抜けます。もっと強くなってリベンジします。うっとっと、次こそは。遊びたいショーを選択してください。どのストーリーで遊びましょうか。オリジナルストーリーが楽しめる一人用のモードです。物質をカスタマイズしてウマ娘にかかる物質アイテムや各種チケットを購入。ウマ娘プリティダービー、熱血はちゃめちゃ